はい、また風邪をひきました。あっつんです。今回もまたがっつり風邪ひいちゃいましてね。いつもだったら怪しいなと思ったら対策を取るんですよ。基本的に、葛根湯をまず怪しいと思ったらすぐ飲む。風邪の引き始めにね、効くって書いてあります。もう今風邪ひいちゃったから使えないんですけど、それと寝るときにですね、ネックウォーマーを巻くんです、首にね。で、このマスクをつけてこの状態で寝る。これだいぶ違うんですね。これだけでもそこまでひどくならずに治ったりするんですけれども、今回なんか突然ガガッと具合が悪くなりましてね、鼻だの喉だのなんかやられてまして、なかなか辛い状況になっております。なんかちょっと具合悪い感じあんまりしなかったんですけどね。まあでも本当今言った葛根湯とかネックウォーマーとかマスクね、この状態になってるやつが言っても説得力ないと思いますが、結構効果があると思うんで、怪しいなと思った方はぜひお試しいただければなと思います。まあちょっと動画も先週もあんま出してませんし、今週も怪しいもんですが、なるべく早く直して動画アップしますんで、よろしくお願いします。あっつんでした。